今日は福岡県糸島市にある嵐ファンに人気のブルー神社に来ました。住宅街にあり、隣が公園になっているので夕方などは元気な声が聞こえてきます。嵐の聖地の一つとして有名で、福岡では嵐の三社参りができ、他の動画でご紹介してます。ブルー神社はもともと白木神社という名前でしたが、七社神社を合併し明治41年11月5日にブルー神社となりました。ブルー神社の主祭神はイタケルノミコトで、大地の木々にまつわる全ての木に宿る神様です。林業守護、造船守護、海上安全、商売繁盛、開運招福、厄除けなどの御利益があると言われています。社殿は砲台地形になっており、古墳なのだそうです。元はこの古墳の被葬者を祀っていたという説もあります。無人神社で、お守りは三宮神社の宮司様宅で授与されています。ヘルメットも担当カラーの松潤仕様になっていました。狛犬様は長い間風雪にさらされた感じでこけましていて、歴史を感じさせます。社殿の横には根っこがむき出しになっていて、パワーを感じる木がありました。拝殿はオーソドックスな型で、お賽銭は扉の穴から入れることができます。当選祈願などで訪れるファンの方が多いそうです。